どうも、笠子です。爪です。よろしくお願いします。さあ、こちら小部屋なんですが、はい、ついにですね、はい、本日から、はい、リアルで、リアル本日から爪が、はい、吉富との共同生活に入ります。よろしくお願いします。いや、しかし早いもんやな、ね、もうそれで言うと、うん、結構前にメインチャンネルでさ、はい、これ吉富はまだいなかったんだけど、はい、それ言うと純もいなかったか、うん、バーベキューしたやん、うん、豊洲で、うん、やりましたよ。あそこで常の卒業に初めて触れたのよ。そうだ、あれが多分1年半ぐらい前かな、うん、忘れた、それぐらいやったと思うんだけど、いつか常も卒業みたいな話になってて、はい、まあでもトンボも寂しいなとか言ってたけど、まだ1年半あるやんみたいな感じの空気やったけど、はいはい、気ぃついたらもう、はい、やばいよ。2024年4月に入りまして、で、いろいろ話し合った結果、はい、もう常嫁の思いもあって、はい、ありがたい話で、はい、まあ役ですけどもね、うん、週の半分常が東京で、はい、まあ出稼ぎを、そうですね、してもらえる、はい、で、そこでまあ家借りてもいいんだけども、はい、まあいろいろ常の中でも、まあうち的には別にここ吉富もね、はい、一緒に全然いいよって言ってくれた結果、はい、一緒に住むという、はい、事務所にということになった流れなんですけども、はい、リアルに今日からなんです。今日からなの、はい、今日からどうなんすか。だから俺今日ちょっと聞きたいなと思って、はいはいはい、うん、そういえばこの二人の関係性って、うん、そこまで詳しくなかったな。あー、そうね。例えば、はい、吉富だったら、はい、あの安武と同期とか、うん、はいはいはい、でトンボとはもう昔からの仲で、うん、そうですね、はいはい、で純とは相性悪いとか、相性悪いで、リュウジとは吉富の愛が一方通行みたいな、それぞれこう矢印が分かりますけどね。なんか、はいはいはい、分かんない、俺同い年みたいなとこがあって、はいはいはい、実はここってそうか、あんまり掘ってないというか。確かに、あ、そうっすね。確かにそうですね。常がそもそも人に興味ないもん、はい、そんなことないですよ。そんなことないですよ、ほんま、はい、なんか常からさ、はい、クーみたいな全くない。確かにね、なんか分かる、言いたいそのなんやろ、クール夫婦ですもんね。プライベートクール夫婦。プライベートクール夫婦。ほんとひいひですよ、ずっと。いやいや、お前は全然クール夫婦。そんなことない。お前はカメラ回った時だけほんとひいひ。確かに。ずーっとこれでいるじゃないですか。おれへんやん、ずーっとこうやってる。眠たい。いやでもマジで、はい、今思うとそうで、うん、それぞれやっぱり甘えたい時ってあるやさ、甘えたい時ってこうじゃなくて、はいはい、会話とかでもさ、うん、そうですね、常ってあんまないよね。確かに、ね、確かに。でもそうかもしれないですね、うんうん、どうなんですか、うん、2人の関係、うん、どうだろう。なんか確かになんかボケ同士で、うんうんうん、まあその芸人時代は先輩後輩みたいな、ね、まあ、ところがあって、うんうん、まあ家事作チャンネルでは父親と息子みたいな感じでやらせてもらってるっていうのはあるんで。どこで父親と息子、常家、いや、常家4兄弟の一応そう、兄弟のうちのもう一人に、はい、あ、そうなの。もうお揃いの服も注文してあるんですけど、はい、常嫁さん一緒の着たいっつって。もともと芸人時代はどうなの、そんなに接点はなかったの。接点はそんなにはないですよ、うん、そんなにはなかった、うん、なんか一個トンボさんのあのライブで、はい、あのご一緒していたというか、はいはいはい、その感じぐらいで、うん、普段は別にね、そうですね、全然ご飯行ったりとかそういうの全くなかったです、うん、全くなかった、はい、うん、まあ、チーム活作入ってきてちょっと密になってきたみたいなことやった、うんうん、はい、そうですね。でも活作チャンネル入ってからさ、はい、2人で飯とかは行ったことあんの。何回か。でもお昼ご飯とか、うん、何回か、なんか常から一番最初誘ってくれて、うん、やってんねや、はいはい、近くのね、うん、カレー食べに行って、うんうんうん、そういうのはありましたけど、はい、それっきりかな。そうですね。あれ行ってるっけ。あと、これ常の修正してて、うん、常ってでもほんまええやつやん。いいやつですよ、ほんとめっちゃええやつやん。さっきちょっとクール夫婦って言ったけど、はいはい、実は、うん、ごめんな、俺もう分析 し,、はいはいはい、し終わってんねんけど、ええ、常って初手だけホットヒーヒーなの。初手その、何言ってないかっていうとこの常真面目でチームのことも考えんのよ、めっちゃ。だから新しくメンバーが入ってくる、例えばジュンも入ってきた、はいはい、リュウジもそうやけど、うん、入ってきたタイミングでまず常動いたりするの。初手、はい、もうホトヒギの形ですね、はいはい、そうそう、やりやすいように、はい、常が裏で動いて、だから昼ご飯も誘ってんの、うん、ただ常って一回行って、うん、俺もうやったなってなったら、うん、急にこうなる。
クールそんなことないですってだって今のほんまさそうそうだからそっから誘ってないよそっから誘ってない確かにねちょっとそういうとこあったりするのかもしれないでも確かにその、まあ、最初はやっぱ馴染んでもらうために動いたりはしてる、うん、裏で動いてくれるそうかなでそれをちょっとまあもう馴染んできてるなとかいう感じを見るともう自分の作業に入ってるってでもこれ偉いもんね、はい、リアルな話すると、うん、そうなってから、うん、今度安武が動いたりするの、うんうん、だからうまいことなってるっていうだから結構だからこれがすごいから、うん、逆にこれが目立つっていう初手がすごいっていうのはあるかもね。なんかまあ、ジェムとしてはうまいことは回ってるんですけども、はいはい、どうなんですか共同生活いやでも本当に僕はすごく楽しみもう吉富さんのもう、うん、あの性格だったりと人のなりも分かってますし、うん、ですごい綺麗好きな部分だったりとか、うん、気使ってくださってる部分とかもあるんでめちゃくちゃ安心して来させてもらうつもりでいます。すげえわかる、うん、その吉富ってなどっかでも言ったかもしれんけどなんかやりやすいよなめちゃくちゃやりやすい、うん、一緒にいて、うん、なんか億劫に億劫じゃ古いか言葉その窮屈にならないというか、はい、もう気使わないです、ね、気使わないというかわかるわかるわかるよな、はい、わかるなんか干渉なんかあんましてこないというか、はい、本当にマジでもうなんか本当に猫みたいなそうそうそう本当にそう確かに、はい、それやろ、はい、ちょっとメンヘラな猫みたいななんかあるよね、うん、ねそうっすねそんなに、うん、あの干渉はしないそうだよね逆にやっぱ常はすごいその、まあ、僕のことを先輩として気を使ってくれてるっていうのもすごく、うんはいはい、あの感じるので、うん、だから一緒に住むとなったらちょっと逆に気使ってほしくないんであなんかそういうなんかルールというか決まり事みたいなのはちょっといろいろ二人で相談して決めときたいなと思っていいよね、うん、いいねなんか干渉しすぎないとか、うん、そうだよね、うん、はいあと常うんあすいませんどういいよいやもう朝起きたら、うん、カジサックのこの写真に向かって礼をするみたいなそういうのもちゃんと最悪なとこでバッティングよう言ったなそれよう言ったなとよく言ったやっぱ吉富さんはそう思いついた僕は吐き出さないと気が済まないだよそうだよね便秘になっちゃうからそれで言うとね、うん、まあどこで寝るかとか、うん、確かにそうですね、まあ、吉野吉野の部屋である、常は、まあリビングで寝るのか、うん、あの、もう一個部屋があるやん、はい、倉庫が、はい、それどうすんの僕はもう倉庫をなんか自分の部屋の感じにしていこうかなまあいいですね、いいね、はいあとあれだよね、まあ基本ベース吉富の家だったりするんですけども、うんうん、常は常で知り合いがいっぱいおるやん、はい、だから気を使わずにここで絶対寝なあかんってわけでもなかったりするから確かに確かに、そうですね、やっぱり東京に家族がいたらもちろん家族の元に帰るけども、うん、家族がいないから、はい、ってなった時に、はい、あの常はもう自由でもいいんじゃないの、うん、とは思うけどね、うんうん、ありがとうございますで晩ご飯も全部吉富さんあの、おごってください全部先輩やもんそりゃそうだよいや、まあ、全然、いや、そうなってくるいや、それはいいんですよ、全然おいいいですかいいですよ全おごり全おごり全おごりいや、いや、いいんですけど先輩だもんだっていいんですけど、全おごりっていう言葉怖いなと思っていや、だってさ、家で二人で撮影終わりとかさ、はいはいはい、飯行こうとどっちが声かけるかって言ったらさ、うん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 多分吉富がさ、今日飯どうすんのみたいになるんちゃう、うん、ああ、そうか、うん、その分はいいんですけどはいはいなんか勝手に食べてるものもそれはないそういうことではないですどれが一人で行ったのもあの、吉富に領収書だけ渡してめっちゃ置いてあるめっちゃ食べてるやんそういうことはないおやや。それはないよそれはないですけど、はい、でもそれで言うと、はい、俺も個人的にちょっと、まあ、嬉しいなと思うのは、うん、やっぱり、まあ、今までの生活では常に家族いて、はい、仕事終わって帰って、うんまあ、それぞれ家族がいたりするんないけど、うん、むっちゃ誘いやすくなるなと思ってあー確かにね俺がご飯誘わない理由の大きな理由もうでかく、うん、もうほんま1個やねんけど、うん、やっぱり家族のもとへ帰ってほしいなって、うんうん、それがないわけや、うんうん、ってなると俺バンバン誘おうかなあーもうぜひお願いしますで俺がこの誘うっていう行為を嫁さく喜んでくれるし、うんうんうん、そう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 、うん、だからそういう時は、はい、俺がおごったりも全おごり全おごりでえ全おごりで買ってきたやつも全部領収書渡してはい、うん、いっぱいはい果物も買ってくるんで
果物は全おごりですか。ちょっとごめん、なんか違う。なんかわかんないけど、なんかわかんないけど、キレは悪い。キレ悪いな。いや、もう時間かかんないですよ。もうそんな、こっち向かなくても。もう何もない。もう果物の下り、何もないです。なんか終わってます、終わってます。いや、いいっすよ。その、一緒に飯行く分には、はい。いいだろうし、なんかそういうのは嬉しいなぁ。いや、そうですね。っていう感じやな。なんかちょっと違った感じに。なるってことですね、うん、はい、そうね、まああと動画でもこれ言っとこうと思うんだけど、あえて、うん、もう絶対なんか起きるからね。さあ、そうですね、これはね、はいはい、そりゃそうですよ、はい、もう野暮やけど、うん、これはもうでも視聴者さん的にもさ、うん、言っとかんと常さんかわいそうってなるかもしれない、うん、でももちろんこういうのはもう契約済みですから、うん、口契約ですけど、うん、ね、もうそれは覚悟してます。一個あれなんですよ、うん、常のその住む部屋とされてるとこが、はい、要は倉庫じゃないですか、うんうん、倉庫って僕の部屋は完全にドア閉まるんですけど、うん、カチャッと、うん、鍵もなんならかけれるんですけど、うん、常の住むところあのインターネットのコードがそこからこうあーちゃんと出て閉まらないんですよ、ドア、うんうん、プライベートが、うん、プライバシーが結構ない状態になるんで、うんうん、全然いいっす。これはやりたい放題ですよ。ここすみませんカットで。多分言わなくてもカットしてもらえてるから。でカットでって言うと使われるの。そう。あ、そうだ。そうだな。本人が言ったら。いやだからそうそう、だからやりたい放題の。いや、うん、そうですよ。その辺はちょっとまあ、うん、やらんかもしれんし。ええ。ちょっとどうなるか分からない。絶対やるじゃないですか。いやちょっと分かんないですね。絶対やるでしょ。やらんことなかったことなかったです。やらないドッキリかもしれない。何それ。どのタイミングでバラすの。逆に常が来てくれたおかげで、うん、ここにもやりやすくなるから、ね、そうです、そうです。うわそうか、いろいろや、そりゃそうですよ。いろんなセッティングやりやすくなるから。うわ、同時もあるしね、いろんな状況が。そりゃそうよ。あの時間帯にカメラ回しといてって、これできるから。そういうことですね。うわやりたい。恐ろしい。そうそうそう、確かに確かに。だからビクビクして生活した。最悪や。いやいや最悪や。まあでもね、本当に、はい、もうほんまにありがたいな、うん、こうやって常がこの道を選んでくれて、うん、そして常嫁もそこを喜んでくれて、うん、いい部分がね。あと最後にすいません、はい、その頭どうしたんですか。ごめんなさい、もう最初に触れといた方が良かったと思うんですけど。どうしたって何ですか。いや、腐ってるじゃないですか。いや、ちょっと待って、見たことない色ですよ、パイナップル。何マンなんですか、これ。いや、パイナップルマン、いや、ハッピーマンですよ。あ、そう、危ない危ない、パイナップルマンって言ってた。パイナップルマン、もうパイナップルちゃうよ、うん、パイナップル、これからちゃんとあの整えるんで、うん、あの今まだ美味しくない状態ですけども、うん、あのしっかり皆さんに美味しいパイナップルをお届けいたしますので。パイナップルでやっていく人は、はい、この状態にしたらあかんじゃん。いや、一応やっぱパイナップルも育っていく過程をちゃんと持っていかないと。途中パート？途中です。黒い時あんの、はい、こういう時あるのパイナップル。そこリアル。熟す前。熟す前です。育っていく頃から。そういうことやね。はい、あ、ちょっと一個思いついたな、企画。またやりますわ。はい、というわけで、はい、この先ですね、はい、あの常が同居生活、まあ、週の半分ですけども、うん、なので、今後動画も別に常が家建てて家族大阪引っ越して動画の内容が変わるかさ変わらないので、ええ、あとね、まあ、これも、まあ、送別会動画でも軽く触れてるんですけども、うん、常嫁も月に1回来てもらえることになって、うん、そこで三嫁企画だったりとか三夫企画も取れて、だからそんなに変わることなく、うん、はい、お届けできることになると思いますので、よろしくお願いいたします。常、頑張ってね。頑張ります。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。